皆さんこんばんは、上水幸でございます。サイコパスのラジオ、ぜひ最後までお付き合いください。今日は見た目で判断されるのなら、むしろ見た目で判断させてしまえばいいというお話をしたいと思っています。最近ですね、最近というかもうこの2020年8月からですね、僕はサムエを着ています。サムエってわかりますかね。なんかこう、お坊さんが着てるような服なんですけども、で僕頭坊主なんですよね。だから頭坊主でサムエ着てるもんですから、最近ですね、いろんな人から、まずインスタグラムとか見てですね、出家したんですかみたいなメッセージがね、いろんな人から来るんですね。でまあ出家はしてないですということをお答えするんですけども、これって完全にその見た目で判断してますよね。坊主、そしてサムエ、仏教の、修行僧は、僧侶だみたいな風に思われたりすると、見た目で判断されるなということなんですよ。でもこれはサムエ着なくても坊主にしてるだけで、なんか反省してる、悪いことでもして反省してるんですかとか、刑務所から帰ってきたんですかとか、悟り開いたんですかみたいなこと言われるわけですね。で言われてたわけですよ。でサムエを着たことによって、この今の3パターンのバリエーションすらなくて、もう出家したんですかっていうね、一つのパターンに的を絞られてきたわけですけども、まあ、そりゃそうだよねと、まあ、見た感じそうだよねと、だからムカつくなとかもないわけですよ。それに、そもそもね、なんていうのかな、その釈迦の、思想みたいなものは僕結構好きだったりするので、別に、バリバリ仏教徒ですとかっていう、まあ、仏教徒ね、強いて言うなら、仏教徒なんでしょうけど、バリバリの仏教徒ですってことではないんですが、まあ、釈迦の思想に、をリスペクトしてるという意味では、なんか、そうやって、仏教的に解釈されても、そこの人なんですねって解釈されても、そこまで、嫌な気持ちにはならない、そこまでというか全然嫌な気持ちにはならないんですね。そう見えますよね。でも違うんです、私は、ただのファッションですって答えるんでですね、そんな感じで、僕はただ、ファッションとして、サムエを着てるんですね。着たいから着ていると。で結構そのどうしてじゃあそんな格好してるんですかみたいなことを聞かれるんですけども、今言ったみたいに着たいから着てる、自分がそれをかっこいいと思ったから着てるだけなので、逆に言うと、あなたはどうしてそのジーンズ履いてるんですかっていうのと一緒の質問なわけですよ。そんなこと聞かれても困れますよね。いやなんか、このジーンズいいなと思って履いてますみたいな、よっぽどこだわり持ってる人以外はなんかそんな大した、ストーリー出てこないんじゃないかなと思うんですね。僕も別にサムエを着ているところの、サムエを着てからの方のストーリーはたくさんあるけども、着るまでのストーリーってなくて、なんか坊主に似合う服なんかないかなとか、自分に似合う服ないかなって探してたらサムエにたどり着いただけなので、単純に、かっこいいなと思って着てるっていうのは、正直なとこです。で、そうやってなんかただかっこいいなと思ってる服着てるだけなのに、その出家したんですかとか、どうしてそんな服着てるんですかとか、白い目で見られたりとかって感じで、なんかそういう人の目って結構めんどくさいなと思ってたんですけども、最近ちょっと考えを改めることにしました。見た目で判断されるんだったら、もうむしろそれ逆手にとって、見た目で判断させてしまえばいろいろショートカットできるよねって思ったんですね。で本来自分のことを知ってもらおうと思うと、長い年月をかけてですね、まあ自己開示していったりとかしながら、自分のことを知ってもらう必要もあるし、でもちろん相手のことも理解して信頼関係を作っていかないといけないと思うんですけども、まあ要は時間と労力がすごくかかるんですよ。でもところがですね、見た目でその価値観とか、まあ、自分の人となりみたいなものをある程度表現できてしまえば、第一印象である程度自分を理解してもらえると、かなりそのなんだろうな、信頼関係を作るのにはもちろん時間かかるけども、自分を知ってもらうっていう意味での時間はまるまるショートカットできるんじゃないかって思ったんですね。例えばあの革ジャン、あのなんかねハリネズミみたいにこう秒が突き刺さりまくった革ジャン着て、なんかわかんない金髪でモヒカンで、ですごいスキニージーズ履いてみたいな、でなんかハイカットのブーツ履いてみたいな、してると、もう一発で、あこの人もなんかパンク畑の人だなと思うわけじゃないですかね。なんかそれでとても農業をしてるとは思えない、まあ、しててもいいんだけど、農家の方ですとかってね、 JA で働いてますとかいうことにならないと思うんですよね。そういうあの見た瞬間、なんかこの人の思想というか、価値観みたいなのが分かるなってなると、なんだろうな、大きな流れとして、それを踏まえた上でのコミュニケーションを取れるわけじゃないですか。だから、ファッションでその自分の、まあ、思想ってちょっときついけど、価値観を、ファッションで表現してしまうと、それで判断されるわけだから、いろいろ手っ取り早いよねってことなんですよね。
で例えばですね、逆パターンでいくとですよ、たまになんか女の子とかがすごい、露出しまくった格好をして、理由はただそれが可愛いと思ったからおしゃれだと思ったからってことだったりするんだけども、見る人が見たら、この人ビッチなんだろうなみたいな感じでビッチ扱いされると。でそれをすごい怒ってる女の子とかいるわけじゃないですか。例えば私はそんなんじゃないと、ただ可愛いと思ってこの服着てるだけなのになんかビッチ扱いされてとても、不本意だと思ってるんだけども、それはね相手に期待しすぎだなって僕は思ったんです。寒い着てて例えばいや僕はすごく、普通の人なのにとか思っててもあなたがジーンズを選ぶのと同じ感覚でサウナじゃないや サウナが好きすぎてサウナって言っちゃったけど、サムエを、ね、着てるだけなんだと、いうことね、を言ってもそんな相手からしたらもう意味わかんないじゃないですか。もうサムエ着てるから変でしょって、変わってるんですよねあなたはって認定されてももう別にそれはもう向こう側の感想なわけだからしょうがないですよね。人は思ったよりも人のことを見た目で判断しちゃう。だってそのなんだろうな、そんな人に時間かけてられないからもうパッと見てパッと判断するっていう部分ありますよね。実際、インターネットの情報なんかも、こうねパッと一瞬で目に留まったものに、触れてるだけであってそんな一個一個こう熟読するわけじゃないじゃないですか。YouTube だってねサムネイル画像が重要ですみたいな引っかからないと見てもらえませんみたいな、それはやっぱり第一印象で人が判断してるっていうことなんですよ多くのことをね。だから、実は自分のファッションっていうのは一つの、そういうサムネイル画像みたいなもんですよ。あこの動画見てみようかなと思ってもらえるかというか、見てもらえなくてもいいんだけどもあサムネイルを見てあこういう動画なんだろうなってちょっと想像させる、一つのなんかメディアというか、だからファッションその自分の服装っていうのはメディアなんですよね外とつながる。だからこういう服を着ると、いい印象を与えるなみたいなそういう戦略的にそういう意味での戦略で着るのもいいんだけど、僕がおすすめしたいのは自分の価値観を、服装で表すと。そうするとその服装を見た時点で、ある程度自分の大枠の価値観を理解してもらえるし、その上で会話をスタートできるからめちゃくちゃ楽なんですよね。だからその相手に受け入れられるための服装をしようとしすぎて、逆になんかなんだろうな誤解を生む。例えば僕がスーツを着て、いろんな人と話せばあスーツを着てちゃんとした人なんだなみたいな風に思われるけどもちゃんとしてないですから、こんなんですからねサイコパスですから、ちゃんとしてないんで、サイコパスはちゃんとしてないって意味じゃなくて僕はちゃんとしてないんで、なんていうのかな、そのちゃんとしてないことをね、もう服で表現してしまった方がいいなと。しかもそれをね、あなんか仏教の僧侶ですか、いえただのファッションですって答えた瞬間あこの人多分頭おかしいなって思われるわけじゃないですか。その方が、多少頭おかしいこと言っても、免疫が最初のもう第一印象できてるから会話がねいきなり自分の本音で話せるんですよね。それが変に僕がこう普通の格好をして、なんか普通っぽいことからだんだん、頭おかしい方向のというかなんかねぶっ飛んだ方向にこう会話を進めていくと、やっぱり嫌がる人は嫌がると思うし時間もかかっちゃうので、もう最初からねそれができると、この有限の人生ですね、限られた時間の中でより自分のことをこうなんだろうな受け入れられるというか、まあ要はマッチする人と、早い段階から深い話ができるなと思ったので、意外とファッションっていうのは人に好かれるためのとかこう見せるとかっていうそのマーケティング的な話ではなくて、ブランディング的な意味での、ね、ファッションをしないといけない。自分の価値観を表す服装を着るってことが 服を着るってことが実はとても大事なことなんじゃないかなと思いますので、皆さんねみんなに好かれるための服、ではなくて自分の価値観を表したファッションを着ることによって、出会う人とのね、その価値観の交換とか信頼関係を作っていくプロセスみたいなのが実はスムーズにいくよと。着られることももちろん増えるんだけども、マッチする人とはスッとね進んでいくよっていうことをね、今日はお話しさせていただきました。なのでファッション、結構どう見られるかを基準に服を決めちゃってると思うんですけども、そうじゃなくて自分の価値観を表す服って何だろうかっていう選び方をしてみると面白いんじゃないかなというふうに思います。本日は以上でございます。またお会いしましょう。さよなら。